そうですね、今日ね、NG がいっぱい取ってね、まだアップロードもね、終わってないんで、のんびりね、やっていこうかなと思うんですけど、タイトルなどね、今回これで、アンパンマンションもね、ひとまず、一つランクに向かえるかなというところでございます。というわけで、今回組み立てるのはこちら。キロハ186含めた、ユーユーアンパンマンゴの、車両3台ですね。一応、昨日ね、トップコート吹きまして、一部ね、まあ、全然修正しなきゃいけないところが、まあ、本当あるんですけど、今回ね、その辺は、加味しながらやっていきたいかなと思います。というわけで、まず一両だけね、デカールの方が窓ガラスにくっついちゃった子がいたんで、それはね、こっちの方で、やりましたんで。まあ、多分ね、一応ここまでマスキングすれば、多分そんなに中にね、漏れてることはないと思いたいんですけど。うわ、腫れの足がすげえなってる。今のところ大丈夫そうですね、結構。うわ、最後ガラス漏れた。まあ、もうガラス漏れる分にはいいや。両面テープで、ね、固定できるんで、これは全然 OK なんで。ただ持ち手が少ないんで怖いな。よし、じゃあ OK なんですね。一応まずね、3号の方から、組み立ていこうかなと思います。というわけで、3号の屋根板がね、ないんですよね。ガラス、足回りだったらあるんですけど、なぜかちょっと屋根板がないんで、探すは探すんですけど、まあ、ひとまずね、仮に、どんどん組み立てていきたいかなと思います。探したらありました。あのね、南風の下に隠れてた。ちょっとね、マイクロの南風が屋根板が入ってるんで、これが一緒にスポンって綺麗にはまってたんで、見れなかった。じゃあ行きましょうか。トミックスのガラスはね、見た目でわかりやすいんで。これと、これまず貼っていきましょうか。なんかね、窓ガラスはね、別で、ちょっと無理やり外してね、トップコートを引いたんで、ちょっとね、粗が目立つんで、すげえ申し訳ないんですけど。怖えな。やっぱりちょっと浮いちゃうところはね、しょうがないんで、これでいきましょうか。一応ね、ガラスごと、まあ、マークソフトは塗りますんで、まあ一応ね、なんつうの、もう一回トップコートっていうのは吹けませんので、状態的に。なんでね、自然にこれで、ごまかすしかないんで。あぶね。見てからそこに。で、乾いたらね、拭けば全然問題ないんで。大丈夫そうっすね。大丈夫、一旦これ。大丈夫か、これ。もう一枚のガラスはちなみにこれっすね。ちょっと反対側のやつ気をつけながら。もう一回ガラスを入れて。こんな感じっすね。そしたら、ちょっとくらいずれてもね、その辺は気にしないので。
ひとまずこれで一旦乾かして。で、次2号ですね。2号の方はね、どっちでもいいか、ぶっちゃけ。対にするのが、これなので。そうだ、こっちですね。こっちか。危ねえ。進めてください。ここだけね、めちゃくちゃずれちゃいましたけど、しょうがないんでね。反対側も。じゃ、この後にサイドのトップコート拭きとかっていうのは一切しませんので、このまま本当にね、組み立てちゃって OK なので。まあ、乾けばね、これガラスに残った部分落ちますからね。まあ、ちょっと跡がね、テカったりして残るんで、その辺はね、要難点なんですけど。そしたらね、本当に軽く水に濡らした、ティッシュとかで拭けば全然落ちますんで、水性なんで、これ。そしたらこっちか。で、これはちょっとマスキング、ごめんなさい。両面テープで付着しましょうか。はい。なんで。普通カチンとはまるんですけど。これでいいか 適当に押し込んで。
こんなもんですかね。久々にちょっと書くの待ちましょうか。ただその間にホロが1両分だけあって、屋根も付けしましょうか。屋根は左、右向きか。右、こっちか。まだね、こいつらなどの室内灯は用意できてないんで、ちょっと今日ね、この後用意しておきますんで。で、足回りもあるんで、じゃあ今回ね、これ、谷社としてはね、キハ185の、2台をお釈迦にしちゃってるんですけど、3台か、合計3台で2台作ってるんですけど、位置的にはね、今回めんどくさいので、誰だっけ、こいつ。アイランドエクスプレスの方に、ぶち込みたいと思いますんで。一応ね、伴走者的にはね、あっちでもいいんですけど、あっちだとね、一路ずつ分かれたりしてめんどくさいんで。なんで一応今回ね、アイランドエクスプレスの方に、3台まとめてしまいますんで。じゃあちょっと、そうですね、今8時、25分ぐらいなんで、もう5、6分ぐらい、ちょっと乾かして待ちましょうか。じゃあちょうどね、30分になりましたんで、どうか。多分ガラスの方はね、そうですね、やっぱりちょっと変に跡が残っちゃうんで。別にある程度固定されれば、ちょっとぐらいはね、触っても全然大丈夫なんで。あ、危ねえ、ショック出た。綿棒の方がいいかもな、これ、いっそ。ちょっと待って、綿棒ならこれでいいかも。あと、トト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 トまあ、最悪。この綿棒さ、蓋が壊れてるから大嫌いなんだよね。とりあえず、この綿棒、捨てよう。腹立って。固めじゃなくて綿の綿棒があったんで、初めてまともに使えるなと思った。よし、どうでしょう。まあまあ、ちょっと変に残っちゃうな。まあ、しょうがないんでね、これ。そうね、素人が作ってる、所詮まがいもんですからね。よし、こんなもんかな。それじゃあ足回り入れちゃいましょうか。室内灯の本当にあとで入れてます。一応室内灯幅ひ、幅狭で、これは重り直下式なのか。よし、ちょっと待ってください。矢印、矢印、こっちか。はい、ドッキング。あまりが悪い。大丈夫ですね。一応こんな感じで。フォローはもともとついてるんで OK ですね。よし、じゃあこのままちょっと一点倒していって、2両の方がこっちか。フォローはね、前回の部分ここ余っちゃってるんで、あ、そう1個落ちた、ね、こっちに4つあるんで、これじゃあこのままそうですね、予備として取っときましょう。このアイランドエクスプレスなんかやると1回1回1回ね、ウルタン改良されちゃってるんで、前のも言ったんで、なんでこっちの方が楽なんで、ね、こっちは2個あぶねー。綿棒クッションになってくれたんですか。ここだけもう一回固着しましょうか。反対側はそうですね、大丈夫そうですね。あ、でも、ダメかな。変にくっついてますね、ここ。ちょっとね、でも押さえつけとくか。こっちの方がいいですね。じゃあ、これはそうですね。ちょっとこのまま待って。よし、1号の方。1号の方は。
ちょっと切れちゃうのね、これしょうがないんで。なんとかね、つながってる風に見れば。それで悪くないんで。この方は、ここはダメか、完全に浮いてた。うっと、それって、そういうことなかった。それは想定外の持ち方でした。しましょう。今の本気でビクッとしよう。おおむね大丈夫そうですね。あ、でもここダメか。そしたらじゃあこの辺また5分10分かかして。そうですね、組み立ててみて、ちょっと3本並べてみましょうか。これじゃあね、5分ぐらい待ったんで、どうでしょうかね。この辺なんか特に割れそうで怖いですね 気をつけながら、ほどほどにって感じですね。まあ、そんなに悪くねえか。そしたら、必要ないとこっちか。これ、幅広に必要ないと思うんだ。じゃあ、ついでにちょっと穴ぶっ壊しましょうか。あとでぶっ壊すのめんどくさいんで。時間稼ぎしましょうか。よし、これは。そしたら床下はそうですね、これ、基本的には同じっぽいけど、こっちにしましょうか。ハマりが悪いのも結構嫌いなんですよね。カチンってね、ちゃんとハマってくんないとね、なんか嫌な性分さんなんだよ、俺。これ、普通に向き、あれ、向きあった。もう向きが薄い。それははまんねえわ 普通にバカだった。こっちじゃダメなの？なんかハマりが悪いな。爪の位置は、ああ、なるほど。爪の位置がこれ違うんだ。あ、なるほどね。じゃあこの床下使えないのか。普通にこっちは、あ、本当だ。ちょっと爪の位置が違うんだ、これとこれ。ちょっとこっちにこっち入れてみましょう。しかし。ってことは、やっぱり上のじゃないと使えないのか。気配18号の7レセットをちょっと上に置いてあるんで、すぐ取れたんでよかったんですけど。ちょっと待ってください。中間車。あー、確かに。ちょっと座席の形状とかがすら違うんですね。一応こういう感じ。これがね、アイランドエクスプレスの気配なんですけど、ちょうどここっすね。座席の部分とかに切り欠きがうっすらないんで、座席の部分かかんない。そうですね、一応 どうしましょうかね。まあ、キャー185。明らかにアンパンマルシェって半分がね、座席じゃないんで、まあ、そもそもこっちでもどっちも間違ってるんですけど。じゃあ、こっちの方も入れちゃいましょうか。まあ、しょうがないんで。今回はいいから役で。そうですね、ちょっとカチンと溜まりましたね。ここに金曜日の部分が死んじゃってますけど。まあ、いいから役でね。すいません。でもちゃんとね、この塗木の部分はね、まあ、ここっていうか、車掌室の部分。このね、部分に関してはちゃんとね、全車両入れてますんで、まあまあ、マシかなと。じゃあ、このまま余剰車に行かせたら、こんなこと聞こえないでしょうか。邪魔なんで。あ、ほら、ホロつけます。ホロはね、従来品と同じはずなんで、ちょっと待ってください。ホロは従来品と一緒っす。
で最後こっちの1号が。これでいきましょうかね。ただこれはこのままでいける口かな。そうですか。いて。ちょっと待って。いって、左の目のマグダンのところ飛んできた。今普通に本気で痛かった。まあ、こういう時に、ね、彫刻刀かなんかあればいいんですけど。あれ本当にマジで今もうバチンできたからね、本当に痛かったわ。まあそうですね、あれ丸い塊がポンってそらすんだけど、痛いですけど。おいってー、マジで、あとでちょっと鏡見てこい、赤く腫れてないか。絶対腫れたと思う。そうそう、一応ちゃんとはまりましたけど、カチンともないんですよ、一応。ちょっと待ってください。つまり重りがずれたっていう、ちょっと待ってください。簡単に座席の中の重りがずれると思わなかった。ちょっと待ってください。なんか座席が歪んでるなと思ったんですけど。本当はここに、ね、爪があってもおかしくはないんですけど、この爪がそもそもないんでね。フィットしましょうかね。一応こんな感じで、あ、ごめんなさい。俺バカなんだからまたホロ入れ忘れた。これが本当の今回で完成ですね。一応こんな感じ。まあそうですね、これで一応ね、今作りかけのシェルっていうのはね、まあアンパンマシンのね、残骸がまだずっと放置されてくれてた。そうか、あとは、機関車か。ED79 のドラえもんがね、まだちょっと、あ、作業積んでないんで、その辺がね、ちょっと残ってる場合なんで。そうですね、これで、ね、ある程度、年末年始から作ってた、年末か。特に年末から、年越してね、作ってた状態にしました。全部これで終わりましたんで。うん、まあ悪くはないのかなという感じですかね。ちょっとじゃあ連結しましょうか。今回ちょっとね、メーカーとしては、なんていうの、まだ、復活国定色の木配置85の緑色とかまだ持ってないんで、ちょっと申し訳ないんですけど。今日もちょっとアイランドエクスプレスとか、ノーマル色だったね、まだありますけど。こういう感じだよっていうのを、お見せできれば。まずこれが、まあ、今のね、アイランドエクスプレスとこっちが黄色の今のやつなんですけど、まあこういう感じですかね。ただ、いかんせんちょっとね、やっぱりホロが接触しかけるんで、そうね、カーブによってはちょっと、まあ要注意どころの話ではないとは、ね、思いますけど。まあ、一応こんな感じかなと。で、2に関しては、こんな感じですかね。そうですね、一応2と、これそうですね、2と3、1はね、同じマイクレス製になりますんで、そうですね、マイクレスに関してはちょっとホロが大体1ミリくらいはあるんですけど、まあ、トミックス材料だともうホロに関してはもうほぼ接触してると言ってもいいぐらいですね。本当に数ミリ本当ギリなんでね、髪の毛1本入るか入らないかぐらいなんで、メーカーが違うだけでもうすごいですね、この差は。ほらこっちはねちゃんと開いてるんですけど、がっつりで、1につなげるとこんな感じかね。そうですね、1も同じマイクレスなんで、まあそうですね、結構隙間空いちゃってますけど、まあ悪かないのかなって感じ。で、ノーマル色ですね、次。ちょっと待ってください。ノーマル色はもうトレーラーでも誰でもいいか。あ、ちょっとドロッチャ取れちゃった。真ん中から取ったらドロッチャだった。
非常に一般職の、相手と、まあ、アンパンマンしてますけど、そうそう、本当に連結はギリギリと。ギリギリ後ろの白のやつがね、まあ、翼が映るぐらいで。で、2は、で、2はやっぱりまあ結構隙間ありますね。で、1も同じくっていう感じの。そうですね。同じくって感じか。まあでもこれでそうですね。まあ一撃で。アンパンマンシャがね、全3体。でも屋根の違いすごいですね。トミックスに関しては。枠裏だけネズミ色9個。で、ステンレス。で、こっちがまあほぼ一緒くらい。まあ屋根がね、マイクレスは、まあ、なんていうの、固定されてるんで、ここら辺がちょっと、まあクーラー、接着されてるんで外すのがちょっとめんどくさいんでね。まあそうです。3パターンになっちゃうんですけど。いや、でも、そうですよ。同じ、そうですね。2社のメーカー使ってる分には、綺麗に3パターンって。まあ、プロトタイプがね、全然違うんで、初期型で、後期型の、まあ、後期型とか、まあ、そうですね。初期の方のロットで、最新ロットって感じになりますんで。まあ、ちょっとね、全然違ったりするんで。うん、この辺はそうですね。まあ、一応一旦って感じなんですけど。まあ、でも、そうですね。まあ、でも、トミックスの木配チャーチはね、ユフインとかの、ユフインって言ってるのかな、ユフとか、九州に転属されてるんだったら、まだ、結構販売店残ってるところ多いんですけど、結構ね、この四国色に関してはね、結構、マイク、トミックス結構瞬殺してますんで、まあ今大体ほんと定価ぐらいの、そうですね、4両セットでも確か定価1万7000円ぐらいだった、1万7000、8000円ぐらいだと思うんですけど、まあその定価並みの、ね、取引っていうのが多いんで、そうですね、まあ再販したらね、まあ欲しい方がいらっしゃると思うんでね、まあ悪くないと思うんですけど。ちょっと1本の動画にするとこういう感じなんですけど、まあでもそうです、一応これもね、まあ落成しましたんで、そうですね、一応まだアンパンマンシャもね、なんちゃうかな、完成して、まだ走らせない部隊が、ちょっと一部隊だけ残ってましたんで、その試運転と一緒に、そうですね、こいつらも試運転させたいかなと思いますんで。そうですね、いつ頃になるかはわかりませんけど、お待ちくださいと。でかいですか、一応今ね、朝の、9時ぐらいなんで、一応今日ね、トミックスから生放送が出ますんで、まあその生放送を見て、まあどうするかなっていうぐらいになると思いますんで。これがあるか、2号か。じゃあ一応、この中に1号ぶち込みましょうか。本当に悠々パンパンがだけの3台ヘッド作りたかったんですけど、今回ね、ウレタンの都合でちょっとこっちになっちゃいますね。申し訳ないですね。ついでに、こいつも入れてと。よし。シールとかはね、純正のままでまだ、とか、どっちしろ、ほか、ごめんなさい、まだ、あと、気配チャーチが置けないんですけど、アンパンマン車に充当、ごめんなさい、ユイアンパンマンに充当される気配チャーチっていうのは、まあ、特殊な方向膜、全面に取り付けますんで、その辺はね、まだちょっとごめんなさい、データとしてまだ作成しませんので、ちょっとそれもね、作成してから、の加工になりますんで、そうですね、それはちょっと別枠になっちゃうんで、申し訳ないんですけど、まず、あ、ね、すみませんが、しばらくお待ちください。そうです、僕、ユイアンパンマンが作ることで、そっちの全面です、計算しなかったんですよね、幼稚園に。そうですね、それに関しては、そうですね、俺がミスしましたって。それだけはね、すいませんが、終わりにします。まあ、次にアンパンマンション何か作ったときに、全部まとめてね、用紙も買って、テイクもですね、すいませんがね、お待ちください。よいしょ。そしたら、どうしましょうかね、ちょっと行かして、座席入ってても、なんかずれるの、ね、あ、ずれてるのかもしれない。すいません。したら、そうですね、一応、したら、もうどっちにしてね、これ床下しかないんで、まあ、いらないって言ったらですけど、まあちょっと予備車になるんで。ちなみに、俺の前面の連結カップだとスカートついてるんで、初めて知った。これが前の持ち主が確か、前面も手抜かしてくれてたんだっけ。あ、そうですね、前面、あ、前面はまだダミーカップのままなんだ。だからしょうがないんで、全面も、そうですね、全面、あ、でも全面は、このままでもいいのか。アイランドエクスプレッシャーはね、そんなに、足し付けず、なんつうの、足し足しと、歴史のことはなかったはずなんで、まあ、バンキはね、アイランドエクスプレッシャーのまま、一般車とかの根拠でも平気でありましたけど。そうですね、一応これはね、アンパンマレーションの伴走者のみの役目なんで。そうですね、とりあえずは一旦この中にぶち込んじゃいましょうか。入れようと思う。メーカー違うんでしょう。まあ多分形式は形式でか、そうですね、片側は片側とか形式は一緒なんで、多分すんなり入ると思うんですけど、それが入んなかったら面白いですからね。こんな感じかな。
ですね。まあ、ぴったりほぼ入りましたね。だから、どうなんですかね。車体的にはね、もしかしたらマイクロの方がちょっと、そうですね、両サイド1ミリずつぐらい。だから、本当に全長にすると2、3ミリぐらい。大きい可能性もあるんで。ちょっと余ったですわ。じゃあ、ちょっとどこ置いてみましょうか。悪くはないですね。まあ、一応これで今回ね、前回からか、U4 パムかね、ちょっと待ってください。小さい作業はね、1台ずつだったんで、ちょっとね、3本にまとめた結果の、今回ね、最終回と、まあ、その前、1個前のところになっちゃって申し訳ないかなと思うんですけど。でもそうですね、今回これでね、アンパンマンからでした。U4 パムか、一応だそうですね。まあ、C って言えば、まあ、アンパンマンかはね、これで、一通りはね、作ったことなんですけど、まだね、一形式だけ作ってない車両っていうのが、ね、ありますんで、まあ、それが何かと言いますと、トロッコ列車か。ちょっとさ、俺も詳しい名前覚えてたけど、アンパンマントロッコって昔はね、復活国鉄局みたいな、緑の車両とかがよく伴走してたんですけど、今は誰が伴走してるのか、今はあれか、確かキハ18号もね、専用の、トロッコ号になって、トロッコカラーになってますんで、確かトロッコ号もね、全部で3パターンぐらいかな、時代がいますんで、そしてトロッコ号もね、でもそんなにボコスコボコスコ生産されてる車両っていうのではないので、まあ、ちょっといかんせんね、中古で買うしかないっていう感じの現状になっちゃうんで、トロッコ列車に関しても。なんで、それがちょっとね、完全にちょっとね、買いづらいし、作りづらいなっていう感じ。まあ、同じくマイクレスの車両になりますんで、ね。本当に言うとね、トロッコ列車っていうのも、まあ、俺は正直言うと作りたいんですよ。願望として。なんかこのプチプチ変な。二重になってたわ。なんかプチプチ二重だなと思ったら。そうです、本当に二重になってた。感じで作りたいんで、まあ、ちょっとトロッコ列車がね、本当にやっぱりいつ種車がね、すぐに手配で、まあ、すぐにね、車両をちょっとおいすると手配できる車両もないし、まあ、特に今年はね、2年連続で、まあ、加藤は そうですね、爆弾とかしたぐらいのドカンドカンっていう、ちょっとね、発売が結構来ますんで、ちょっとね、今年中にね、トロッコ列車買えれば、そうですね、同じかなとも思いますね。多分ね、今年多分無理だと思うんですよ。そうですね、まあ、だから、様子見ながら、ちょっとトロッコ列車の方もね、買いたいと思いますんで、まあ、トロッコ列車がね、1本でもできれば、まあ、全アンパンマン列車がね、少なからずは、人通りは、一応1形式ずつっていう意味で見ると、ね、まず正反になりますので、この辺で見ても、まあ、ちょっとね、トロッコ号だけはどうしても作りたいかなっていうふうに俺も思いますんで、作っていけたらいいかなとはね 思いますんで、 そうですね、安いのがあればって話ですけどね、っていう感じかなと思いますね。そうですね、あとは特段今ね、これから先新造するっていうのも、まあ、強いて言えば特には、ないので、そうですね、これからこのラッピングディッシュ作りたいよっていうのがあるけど、半年先まで、ね、ちょっと取りためた動画っていうのがあるんで、その半年先の動画たちの処理っていうのがまず先になると思いますので、申し訳ないですけど。なので、そうですね、まあ、翼とかまだ変えてなかったりするんで、まあ、強いて言えば、ね、今、種車があるとしたら、まあ、なんか、くまモンの銀座線ぐらいなら作れるんですけど、あんまり特段ね、ゆるキャラ自体は俺がね、好きではないので、そうですね、ゆるキャラで本当につけるのがくまちゃんだけなんですよ。かわいいんで、まあ、俺がやっぱり競馬好きなんで今好きなのかなと思って。まあ、そんな感じなんで。そして、とりあえずはそんな感じかなと思いますんで、まあ、そうですね。まあ、取り付けを買ってきて、片付けて、まあ、ちょっとシネット作るか、そうですね、12時頃まで休憩して、まあ、12時の、生放送見ながら、まあ、シネット作りたいかなと思いますんで、まあ、そうか、この動画何時上がるかね、わかんないんで、ちょっと申し訳ないですよ。っていう感じかなと思いますね。ではまた、次回の動画で一緒にありがとうございました。